こんにちは。気になるあの子ともっと仲良くなりたいという男性が気になるのは脈ありか脈なしかということですよね。でもちょっと待ってください。その前にもっと重要なことがあるんですよ。それは女性があなたに心を許しているかどうかです。女性は警戒心がとても強いです。なので人を好きになるのにかなり時間がかかります。好きとか嫌いとかそれ以前にあなたが信頼されていることがとっても大切なんです。簡単に言うと信頼していない男性を好きになることはないということですね。今日の動画を見れば女性があなたを信用しているかどうかがわかるようになります。さらにどのように振る舞えばさらに関係を深められるのかも合わせてご紹介します。信用してくれていると確信が持てれば脈ありに近づけていくことは簡単なんですよ。難しいテクニックは一切必要ありません。普段の彼女の言動や言葉からあなたに心を許しているサインを見抜きましょう。1、女性の方から頻繁に LINE が来る。女性は LINE をおしゃべりのように使います。ただの連絡のためのツールではなく、楽しいコミュニケーションの手段として考えているんですね。しかし、誰にでも気軽にメッセージを送れるわけではありません。自分からメッセージを送っても、必ず反応してもらえる、やりとりが楽しめるという確信がないと、自分から連絡をすることはしません。女性から業務連絡以外で連絡が来るというのは、相手を信頼している証拠になります。特に大した要件でもないのに頻繁に連絡が来るようなら、あなたに心を許しているサインです。彼なら私を無視することはない、楽しい会話ができると思われているということですね。友達として話が合うから連絡をくれているということもあるので、これだけで脈ありとは言い切れませんが、あなたに興味があるというのは事実でしょう。LINE でおしゃべりのようにやり取りをするのが好きな女性に対しては、同じペース、同じテンションで返事をすると効果的。さらに心を開いてもらえるでしょう。2、LINE で自分の日常をシェアしてくる。女性は共感、共有が大好きな生き物です。自分がいいと思ったものは他の誰かにもいいと思ってほしいんです。だから自分の気持ちを分かってくれる人にはいろんなことをシェアしたがるんですね。いつも彼女から来る LINE の内容はどんなものですか？今日のランチのパスタ最高だった。気になってたお店に行ってきたよ。新しい服を買っちゃった、などのように楽しんでいることをあなたに報告するのはあなたを信頼しているからこそです。自分がいいと思うものを否定せず一緒に喜んでくれると思っているんですね。自分のいる場所や生活スタイルを晒すのは信じている人でないとできないはずです。悪意のある人にプライベートを見せて拡散されるのは怖いですからね。さらに写真付きのメッセージならかなり信頼度が高くなります。あなたもプライベートの写真を送るという行為はよほど仲が良くないとしませんよね。ペットの写真、自分自身の写真、出かけた場所の写真など、女性に直接関係する写真が送られてくるなら、あなたに心を許していることは間違いないでしょう。このような女性に対しては、あなたも積極的に自分の日常をシェアすると距離を縮めることができます。女性側からすると、この人は私を信用してくれてるんだと感じるからです。LINE をうまく使って彼女と仲良くなりましょう。3、私ばっかり話しちゃってごめんねと言う。女性は信頼している人には自分の内面をさらけ出したい、私の気持ちを分かってほしいと思っています。相手に心を開いていると自分の話をたくさんするでしょう。反対に相手に対して警戒心を抱いている状態だと自分のことは知られたくないと思うので、あまり話そうとしません。私ばっかり話しちゃってごめんねというのは、あなたを信頼しているからついつい話しすぎてしまったという意味と、自分の話をしすぎてあなたから嫌われていないかなという心配の意味を含んでいます。あなたからの評価も気にしているということです。心を開いているサインなだけでなく、脈ありサインでもあるということですね。あなたに好意がなければ自分がどう思われるかという評価も気にすることはありません。女性からこんな風に言われたら、そんなことないよ。君の話を聞くのが楽しいんだ、
と言ってあげましょう。女性は安心して自分の話を続けられるでしょう。そしてさらにあなたへの信頼と好意が高まります。4. 酔って普段とは違うギャップを見せる。一緒にお酒を飲んだ時、女性が酔っ払って普段とは違う姿をあなたに見せてくれるようなら、心を開いてくれていると思っていいでしょう。あなたは会社の上司との飲み会で手放しで酔っ払うことができますか？まあもちろん酔うことはあるでしょうが、気を張っているので心から陽気になるのはなかなか難しいと思います。無礼があってはならないと、飲酒の量にも気をつけたり、酔いつつもお酌を忘れないようにしたり、空気を読んだりしますよね。誰と飲むかで泥酔度が変わるというのは結構あることです。女性とお酒を飲んでいつもと違うギャップを見せてくれるのは、あなたにはいい意味で気を使っていないからでしょう。酔うと人格が変わるのではなく、その人の本当の人格が出るという話があります。お酒を飲むことによって本音で会話をしてくれたら嬉しいですよね。ただし注意事項があります。普段からお酒が大好きで、誰と飲んでも酔って普段と違う姿を見せるのは、心を許している証拠にはなりません。もともとの女性の性格だったというだけです。ポイントはあなたと飲んだ時だけということです。女性がいつもと違う様子を見せたら、素直にそれを口にしてみるのがおすすめ。いつもキリッとしているのに酔うと可愛らしくなるんだね、などあなたが感じたそのままを言っていいでしょう。自分のいろんな一面を知ってほしいと思っている女性は多いので、喜ばれる可能性が高いです。 5. 女性の方から誘ってくる。あなたもそうだと思いますが、自分から誰かを誘うってかなり勇気のいることですよね。断られたらどうしよう、迷惑だったらどうしよう、などと考え出してしまうとキリがないはずです。仲のいい友人を気軽に誘えるのは、友人が自分を受け入れてくれると信じているからですよね。もし誘いを断られたとしても、関係性が崩れることはないという自信があるからこそ誘うのだと思います。女性の方から誘われるということは、あなたを信頼しているということになります。気まずくなったらどうしようと深く考えずに誘ってくれるのは、明らかに心を許していますよね。もし女性と距離を縮めたいのであれば、もちろん誘いに乗りましょう。もし都合が悪くて女性に付き合えないという場合は、必ず代替案を提案します。その日は無理だけどこの日はどう？という一言があるだけで女性は安心するでしょう。逆に言えば、代替案なしに断られると彼女は傷ついてあなたを誘いにくくなるということです。参考にしてくださいね。 6. 悩み事を相談してくる。当たり前ですが、自分の弱みを見せるのは信じている人でないとできないはずです。女性から悩み事を相談されるというのは、あなたへの信頼度がかなり高いからです。特に異性に相談するのはよっぽど勇気がいることですよね。女性同士なら分かり合える悩みというのも多いものですが、男性には分からないだろうと考える女性も多いもの。そんな中、あなたに相談してくれたというのはすごいことなんですよ。そしてさらに女性は、あなたが自分に気があるかどうかを確かめる手段として悩み相談をしてくることがあります。私に気があれば真剣に話を聞いてくれるだろうと考えてのことですね。重ための相談をわざと仕掛けて、あなたの反応を見ているのです。忙しいからと言って女性からの相談を無下にしてしまうと、二度と信頼されなくなるでしょう。相談されたらチャンスだと思って、真摯に最後まで話を聞いてあげましょう。 7. よく話しかけてくる。言うまでもないですが、よく話しかけてくれるのはあなたに心を許しているから。初対面の人と話すのは緊張しますよね。これは相手のことがまだ分からず警戒心を抱いているから。だんだんと相手のことを知って警戒心が解かれると、自分からたわいない話ができるようになってきます。あなたと話していて楽しいと思っているから、女性の方は話しかけてくれるのです。ただし脈ありかどうかの判断はできません。話しかけてくれるのなら、もちろん嫌われてはいないのですが、単に話しかけやすいだけということがあります。あなたは彼女にとって緊張しない相手なのです。よく話しかけられるから彼女は僕が好きなんだ
と浮かれることなく冷静に対応しましょう。とはいえ、信頼されているのは間違いありませんので、男らしさや優しさをアピールしていくと好きになってもらえる可能性は十分にあります。8、つま先があなたの方を向いている。相手のことを警戒していたり恐怖感を感じていると、顔は笑っていても体が違う方向を向いてしまいます。女性があなたを信頼しているかどうかは、笑顔や目線の動きではなく足に現れていると覚えておいてください。笑顔なのにつま先がそっぽを向いていないでしょうか。その場合は早くこの場を立ち去りたいというサイン。顔は作り笑いできても足は嘘をつけないのです。話していて目がなかなか合わないという場合でも、つま先があなたの方向をしっかり向いているようなら落ち込む必要はありません。彼女は照れているだけかもしれません。きちんとあなたと向き合い話を聞こうとしているなら、つま先は必ずあなたの方を向いていますよ。もし彼女のつま先がそっぽを向いていることに気づいてしまっても大丈夫。あなたに対して警戒心を持っているということなので、それを徐々に解いてあげるよう努力しましょう。特に恥ずかしがり屋でコミュニケーションベタの女性は、誰に対しても体をまっすぐ向けられない傾向にあります。普段から積極的に話しかけて、女性の警戒心を和らげましょう。9、声を上げて笑う。女性が笑ってくれると、心を開いてくれてるのかな、と嬉しくなると思いますが、実はその笑顔、偽物の笑顔かもしれませんよ。偽物の笑顔というのは、口角が上がっていても目が細くなっていない笑顔。本物の笑顔は口角がギュッと上がり、目尻にシワができるほど細くなる表情です。目の黒目の割合が多くなります。この本物の笑顔を見られたら、それだけでもあなたに気を許しているサインになります。しかし、さらに声を上げて笑うようになったら大きなチャンスです。社交辞令で笑っている時って、意外と笑い声は出ないものなんです。笑顔プラス笑い声があったら、あなたへの信頼度はかなり高め。一緒にいて楽しいとも思っているでしょう。積極的にアプローチすればうまくいくかもしれませんよ。10、わがままを言って甘えてくる。わがままを言えるのは相手のことを信頼している証拠です。自分の気持ちを正直に伝えても嫌われないという確信が持てる相手にのみ、女性はわがままを言います。付き合いが長いカップルほど言いたいことを言い合って、自分の欲求も素直に口にするイメージがありますよね。特に最初は謙虚で、自分の思いをはっきりと口にしない女性がわがままを言って甘えてくるようになったら期待大。相当あなたに対する信頼感が高まったと言えるでしょう。しかし中には、誰彼構わず自分の要求を押し付けてくる女性もいます。そういった女性のわがままや甘えは、心許しているサインにはなりませんので、注意してくださいね。女性から何かお願いされたら、いろいろと頼ってくれるようになって嬉しいよ、と言ってあげてください。自分のわがままを聞いてくれた上に、こんなことを言ってくれる男性を話したいと思う女性はいないでしょう。11、すっぴんを見せてくれる。化粧をしていない状態を見せるのは、女性にとってかなり勇気がいることなんです。女性は日々できるだけ綺麗に見られたいと努力しています。綺麗にメイクをすることは社会人のマナーだとも心得ています。素顔を晒せるのは家族だけなんていう女性も少なくないです。女性がノーメイクの顔を見せてくれたら、自分は信頼されていると確信して良いでしょう。またすっぴんと同じく寝顔を見せてくれるというのも、心を開いている証拠です。寝ている顔というのは自分でもわからないもの。そんな無防備な姿を晒せるのは信頼している相手だけです。12、当日に誘ってくる。今夜空いてる？飲みに行こう？などと気軽に誘えるのは、相手を信用しているからこそ。急に誘ったら失礼かな？気を悪くするかな？などと余計なことを考えず、会いたいという素直な気持ちをそのまま口にしているということですね。あなたも気を使う人を当日呼び出すのはなかなか厳しいですよね。ただし気をつけていただきたいのは、女性が遊び人であるという可能性も否定できないということです。遊び人の女性は男性を都合よく扱います。男性を誘うのはあくまでも気分次第、
テンションが上がった時だけなんです。もしあなたからの誘いには一切乗らないのに急に女性から誘われることがあるというなら危険信号、彼女の暇つぶし要因にされているかもしれませんよ。脈ありの場合は当日誘われることもあるし、ちゃんと前もって予定を提示してくれることもあります。いつも突然誘われるのは遊ばれているだけかもしれませんので、そこだけ注意しましょう。都合よく扱われないためには急な誘いに毎回乗らないことです。呼べば簡単に来てくれる男と一度思われてしまうと、その後もそのような扱いを受けることになるでしょう。13、ボディタッチをしてくる。女性は気にも留めていない男性に触ったり触られたりすることを本当に嫌います。近くに寄るだけでも嫌という人もいるくらいです。逆にボディタッチが増えてきたらチャンスと思ってもいいでしょう。実は女性同士の会話でも心を許している相手にだけ体に触れるということはよくあるんです。大笑いしている時に相手の腕を叩いたり、慰めたり話しかけたりする時に相手の肩を叩いたり、男女関係なく心を許した相手には自分から近づくんですね。ボディタッチの他にも心を開いていれば、あなたが距離を詰めても嫌がることがないでしょう。警戒心を抱いている時は後ずさりしたり体を遠ざけたりします。14、間接キス。間接キスってドキドキしてしまいますよね。あなたが食べているものを一口もらっていい？と聞いてきたり、同じグラスで飲み物を飲んだりするようになったら心を許し始めた証拠です。それだけでなく、あなたに対する好意のアピールである可能性も。決して嫌いな男性にする行動ではありません。生理的に受け付けない男性と同じものに口をつけるというのは女性は絶対に嫌がります。この心理を利用して脈ありかどうかを確かめるということもできますよ。一緒に食事をしているときに、一口食べてみる？とあなたの料理をさりげなく勧めてみてください。女性が嫌そうな顔で拒否したら脈なし、喜んで食べてくれたら脈ありです。15、 LINE の返信が早くなる。特に最初の頃気を使う関係であれば、 LINE の文章の内容をよく考えてから送るという女性は多いです。この文面を送って相手に失礼がないか、この言い回しで誤解がないかなどを考えるため、必然的に返信に時間がかかるんですね。そしてもし女性があなたに対して興味がない場合、返信はかなり遅くなるでしょう。女性の性格にもよりますが、平気で3日放置などもありえます。あなたに恋愛の駆け引きをしている時も返信が遅くなることがあります。返信を遅くすることであなたを心配させて気を引こうという作戦です。裏を返せば、まだあなたを信じていない、あなたから好かれているという確信がないためにこのような行動に出るのでしょう。この段階を超えて心から信頼された時には早いレスポンスを受けられるようになるでしょう。文章を考えることに無駄に時間を使わず、信用しているので駆け引きをすることもないからです。最初は絵文字やスタンプたっぷりのキラキラした LINE だったのに、最近はなんだか味気ないかもと心配している男性もいるかもしれませんね。でも大丈夫です。逆にあなたを信頼するようになったというサインかもしれません。あなたも家族に LINE するときはどう思われるかなど深く考えず、さらっとメッセージを送りますよね。彼女もその感覚になってきたというだけです。変化があったことをむしろ喜んでもいいくらいなんです。女性が男性に心を許しているサインを15個ご紹介しました。良い人間関係を築くためにまず必要なのは信頼です。恋愛のドキドキよりもまず大事なのが相手への信頼感、安心感です。この人となら恋をしてもいいと思ってもらわないことには恋愛も始まりません。女性を落とすテクニックを身につける前に、女性に心を開いてもらえるよう努力しましょう。あなたが誠実でいれば何も難しいことではありませんよ。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。